こんにちは、ネモです。パープルアプリやっていきます。今回は、マントル辺境で天才届けですね。行きましょう。土江、立川、明日ね、オクタビア、西谷、虎。はい。で、届けと、招きですね。行きましょう。で、まずは、とにかく、とにもかくにも、アスデの評価、そしてトラッキーの評価をセク1である程度上げていきたいですね。アスデに関しては、互角ライン。トラッキーに関しては、もうちょっとで、絆結べるぐらいまでいければ、十分かな、というところです。で、立川なんだけど、まあ、行くか。理想としては、丸石が2つ、もしくは3つ。亀石、宝石、地ずつ。で、星が潰せれば十分かな、と。いう感じです。休むか。トラッキーだからここでもいいか。結局このプラスでもらえる40が大きいので、まあ、メンタルトラッキーとかだったらそこ以外だと休んだ方が得かなという感じはしますね。そろそろください。なあ、天本か、つかんな。結構燃やしてるんですけどね。よしよし、緩急。あとはまあ変化をどれだけ上げれるかの勝負にはなるので、まあ、ダイナマイトをいち早く組んでいきたいですね。はや。お前はいいやつをくれまず。で、まだ雫石とか何にもないと。二人。あ、トラッキーか。うん。ここは休んじゃいましょう。間違いなくここやな。結構トラッキーも順調やな。で、雫石がないと。うん、びっくりもそんなに取れてないので、ここは急ぎたいですね、もろもろ。ありがたい。あざす。びっくりさんが来ないですね。今とこ丸石1個しか作れてない、このセクションは。おにぎりと購買部。アスネ行ったかな、これで。うん、同栄でいいでしょう。重い玉は取れないか。伸び骨ナイス。で、立川も回復ですね。いいタイミングで回復入りますね。で、多分いったやろというのと、おにぎり作ってこれで時間稼ぎましょう。にじったにていいか。なるたけ精神も踏んで、よーし、えらい。ダイナマイトがまだだもんね。何にもできないですけど。購買部は勝ち揃いましたね。で、重い玉か。うん、初期値の勝負やな。購買部だけは数いきましたね。バシバシ入るな。筋力メダル。うん、アスネいいでしょう。ピンチ。よし。
縛りはまだか。うん、悪くはないか。ここまでまとまれば、最後の方。うん、購買部は数すごい。うん、縛りちゃんと入りました。27個。購買部サクサクいってもいいな。うん、ここはさすがに休みましょう。なるほど。いきなりすかされましたね。アクセサリー。うん、ここでいいと。で、これ終わってから購買部取ればいいのかな ?8 個。36。もうちょいか。うん、もうちょいか。うん、40いったら作れますからね、購買部マックスで。おお、逃げ玉入りました。よしよしよし、ここはいいやつ取りましょう。37。トラッキー行ってねえよ。虹谷も拾いたいですけどね。トラッキー先に行っちゃいますわ。で、間違いなくったと。ダイナマイトも2個目かな。1個目か。好きなのが取れる。立川かな。丸石増やしちゃいたいよね。いや、宝石まだか。オクタビアで拾えばいいか。逃げ玉はもらいましたね。これで体勢は大体整ったと。よし、それは偉い。しかもかなり入りました。拾いたいけどな。うん、今拾いたいんだけど。いや、拾うか。おにぎりもあるしね。で、どうへと。縛りはこれで取っていいっすね。ダイナマイト2つ目。うわぁ。トラッキー待ちやな。うん、完全にトラッキー待ちですね。12月3週配信。もうだってイベントないもんね。よし、ナイス。ここからバシバシ行きたい。
233。まあ欲しいよな、コンコツまだだしね、そもそも。これはちょっと欲しいな、やっぱ。うん、虹谷の評価まだなのか。打れ強さ。うん、立川は筋力、時術、阿部秀。今日は雫石集めたいか。それが来ないとなかなかはかどらないといえばはかどらない。レベルアップできんのかということだ。スタミナですかね。キレも欲しい。だコツはマジで圧倒的に同意が欲しいんだよな。少量化は無理やな。スタミナ行きましょう。キレクレシ。ポンコツがとにかく辛いな今。うん、ツルハシ立てないで枯渇いけるかもしれないですね、この勢いなら。オッケーオッケー。変化虹谷でいいでしょう。ここは取っていいな。キレ、奪三振両方ないか。うん、両方ないみたいですが、行くしかない。あとは雫石さえ入れば、まあ割と石は増やしていけるかな。おーい、働いて。体力回復。精神足りてるから筋力側に回してもいいのかもしれないけど、さすがに弱いな。守備でいいでしょうか。微笑も取れますね、ありがたい。やっと増やせるわ。で、とりあえずステーか。うん、取っちゃっていいか。こっち欲しいしね。うん、キレが入りました。励ます。で、球速は結構上がってきたと。キレ取るか。ポンコツだね。遊べばいいか。丸石はいっちゃうか、足りてるし。石を超有効活用してるサクセスですね。とはダイナマイントバンバンできればそれで OK か。うん、悪くはないですね。あ、でもコントロールが若干終わりかけてるのは気にした方がいいか。う
うん、ここは気にしてあげた方がいいな。終わりかけてるのは。で、精神は結構枯渇させやすいので、まあ、まずそもそもの採掘量が少ないっていうのと、体力回復で使うんでね、そこは意識していこう。で、ダイナマイト入ったと。うん、ここは普通に筋力に行って。変化やばいな、これ。雫石を加えましょう。変化取らしてくれ。まあ、そうですね。だいぶなんとも言えないかな、これ。守備行こうかな。うん、だいぶなんとも言えないかな、ありますね。守備に行こうかな、トラッキー行こうかな。雫石を取りに行きましょう。今待った回はなかったことはないけど、ただ西谷にはコツ欲しいんですよね。脱三振はまだか、コツないんだもんな。まずは一つで、立川も完走しそうですね。あとイベは大丈夫でしょう。まあイベはもう終わってます。52まで伸ばせば、まあまあなんとかはなるやろ。で、休みたい感じか。スネが、次が一応4回目ですね。カラデート食らわされてるんで。うん、いいのが入りました。どうすかな、ポンコツか。15、内角とかできる。低めどうせ取るか。2、まあいい感じか、これなら。770、ちょいやな。770か、結構ギリになっちゃう。980、まあちょっとしょうがないのか。ようやくまともなの入った。152あるよ。ナイス、ようやく通ったわ、闘魂取りの方で。チェンジアップにするか。うん、どうへ行きたいですけどね。少量少量、そろそろ鶴橋の出番か。そろそろ鶴橋の出番な気がしますね。根性。まだ潤沢だもんな。虹谷トラッキーで、ここで亀石作れるか。
なあ、くれんか。リリーフ。もう一回入んないかな、999。もう一回入ってくれるとだいぶいい感じになるけど。スタミナとか、まあ、筋力足りてねえんだな。怪しい。防衛拾うか。これ弱くはないですけどね、当然。ここを枯渇にできるのかな。ここ崩して、いい鶴橋行きましょうか。あれ？いけない？なるほどね。いけないので、これ崩して、とりあえず踏もうか。うん、ポンコツ終わりましたね。バランス的には悪くない。トラッキーを早く行かんといけない。うん、いい感じですね。トラッキー行こう。まだゼロだったと思って。よし。で、ツルハシ立てる。あ、もうこれ行っちゃっていいんだろう。少量だけど。初に向けて動かないとまずいんじゃない。そろそろ うん、ダイナマイト入りましたね。151か。これは別にいらんな。マスネーでいいか。じゃあこれ崩そうか。崩さんときついよね。うん、デートが1回と、あとはトラッキーが2回。で、2社に感想ですね。しょうがないしょうがない。うん、悪くはないでしょう、多分。あのタック入ってるんで。1300点。から、あとはどれだけ入れられるか。すごい、ツルハシ。まあ、入れて大丈夫やな。しずく石。潤沢か。なるほどね。精神はまた掘れる時でいいか。うん、まあコントロールは絶対掘るとして。変化球か。掘れるかな、ちゃんと。ちょっと怪しいね。ちょっと怪しいな。黄色の方の石もだいぶ怪しいし。変化は？まあ、いっといてか。
うん。デートか、トラ。トラか、先に。体力の減り具合もそんなにないですからね。ナイス回復。筋力にしようかな。筋力足りてるか。まあなんか、スタミナとかを考えると。まあ、雫石の方行った方がいいか。復活しなさそうやな、この丸石もう一個作れるかな、もしかして。あ、出さしてまだでしたね、なんか。力か、強少量のスタミナ、スタミナ派かな。でもスタミナだと枯渇しないな、これ。もはや枯渇のことを考えるとアスネでいいですね。っていうのと、ここに何作ろう。変化メダルかね。まあ一気に枯渇狙うんだったらここか。962。すげえな。まあ欲しいけどな。マルシやっぱ2つありますね。作っちゃってもいいか。作っちゃってもいいか。今が6月の2週、作っちゃってもいいか。で、デート行きましょう。これ筋力すごいな。どこに使えばいいんだろう、筋力。筋力が凄まじいわ。あー、ちょ、精神やべえわ。なるほど。コントロールで凄まじいの踏みたいですね。そうすればバランスは取れる。今はちょっと筋力マジで踏み出しすぎて。ただ枯渇させに行くんだったらマジで行くしかないんだよね。ダブルタックなんで踏みたいですけど、もう立川、いや立川やな。尻上がり玉持ち取るか。うん、やはぎやしゃいや、シャーシャー、しんど。おーい、丸石作ってないよ。ちょっともったいないことしたな、今。ちょっと1ターンもったいないことしましたね。50点損した。
ここも枯渇させに行っていいか。両方とも枯渇寸前か。コントロールはまず行くでしょうね。15だし、これ掘ってる数が。うん、いいか。で、あとは筋力と守備。まあ、行くんなら守備って感じか。変化強っ。まあ、一発お休みか。不足している。で、これもういらないか。変化メダル、おにぎりとかにしようかな。体力的に。3412でしょ。12の16。もうこれでステーか。まあ、筋力以外はうまくいってる。筋力おかしなことになってる。パワーヒット。いいでしょ、取って。もうおかしなほど持ってるし。165とかを目指せばよかったか。うん、だいぶ強そうには見える。あとは球速と守備でなんとかいければって感じですね。変化とかを踏みたいんですけど、なかなかこのタイミングでは厳しいかもしれません。まあ、すごい、ツルハシ次第でワンチャンスって感じか。でも、盆栽で165はすごい。めちゃくそ伸びてます。これ生きてー、これ生きてー。土着そ伸びてんな。いや、これ精神問題一気に解決すんな。多分今精神問題ありますもんね、どう考えても。あー、おかしなことになるな。ただ行くか。いいや、枯渇最悪しなくても。で、開き直ると、まあもう一回でもいいかなって感じもしますけど、ここおにぎりやるんで、まあチャンス残りますね、行けば。うん、行く前にここもいらんでしょ。おにぎりが作れないか。変化メダルでも作っときますか。で、守備いきます。ここが枯渇して筋力いければ。あー、いけないですね、残念。スタミナいきゃよかったじゃん。尻上がりはまだくれる可能性あると。
悪くはないですね。お待たせ。集中しよう。いよいよ9回に入ります。この回の先頭、もう一回しんどい、もう一回しんどい。今日はチームの全打点を叩き出しています。ファルボール。第2球投げた、オグドスモーク。第3球を投げた、オクトスモーク。いや、北斗高校本当どうなるんでしょうね。本当にこう復権点は一回も派遣は握ってないか。まあちょっとこうやっぱり他の高校と比べるとね、なかなか厳しいところがあるので、そこは戻してもらいたいですね。ある程度逃げんか、ワンチャン負けんな。OK、集中。オクタビア、マント、この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターはゴブ。まずは1点。左中間、入った入った。右バッターボックスにはドーマ。今日4度目のバッターボックス。投げました。アウトロー。エクスカリバー外れてボール。投げました。オッケーオッケー。負けはなくなりました、ね。いった。入った入った。右のバッターボックスは5番クロエ。第9球。危ねえ、振りそうになった。エクスカリバー外れてボール。第2球。投げました。危ない球。投球は3球目、投げた、流し打ち、一塁線切れました、ファール。第4球を投げた、打ちました、いい当たり、ヒット、ボールが転がる、クロエ一気に二塁へ、クロエいいバッティングを見せます。パワーええやこいつ。第9、あ、敬遠されたボール。投げた、男らしくないよ朝。投球はこれから3球目。あとはまあ震災期とかが来たらね、また盛り上がるんでしょうけど、待ちきれんな。途中出場の奥田、すべてを超越した気迫と気迫のぶつかり合いになっています。さあ次の投球、インコース、ナイスコースや。ライトバックホームラン、さよなら。まあ枯渇する可能性があるとすればダイナマイトで、まあ来たらすんのかな、全くわかんない、しなかったわ。どっちでもいいですね。まあ技術取っといた方がいいかな。うん、技術取っといた方がいいかな。技術いる？なんだかんだもういらない可能性あるな、これ。うん、精神にしましょうか。なんだかんだいらない。いらないかな、どうだろう。もういらない気はするな。確かに上げるとこないんですよね、ほぼ。変化取っときます。うわ、精神練習枯渇すんのかい。胴上のコツもうないよね。うん、もうないっすね。休んでいいんじゃないかな。筋力と精神が入るっていう意味では、ただこっち変化入るかな、休めるし。うん、ちょっと変化球は待った方がいいかな。完全制圧だけというかだけ。クイック取りますか。ああ、まあ結構伸びてるとは思いますね。変化球は確かにまあ伸ばせなかったですけど、他はうまくいってる。トーネ、マジェット、ここで一つ形を作りたい。第2球投げました、決まってストライク。さあ2ストライクと変化、枯渇すんのかい。あ、精神枯渇すんのかい。いいでしたね、マジで。バッターは3番球速いっとくべきだったよ。3打数ノーヒット2三振、直球に送ってストライク。いきなり163キロ投げました。インコース引っ張った、三塁線鋭く切れていきました、ファールです。第3球は、この辺の枯渇バランスがまだまだ難しいですね。なんか鶴橋優先で立てていって、まあ、鶴橋で潰していければそんなに難しくはないんですけど、
やっぱりダイナマイト優先でいくとこの辺が難しいですね。さあ次行きましょう。スタミナクレシスタミナ投影踏みましょうか。ちょっといいでしょ。390か。うん、全部取れそう感あるな。よしよし、偉いよ。最終回を迎えました。この回の先頭バッターはブ。投げました。初球空振り。いきなり163キロ。うん、あとはまあ丸付きで変化かな。を取れるとだいぶ違います。こいつは。三振。最後は直球。力でねじ伏せました。第9球。投げた打ちました。初球。わあ。若綱。今拾った。記録はヒット。左バッターボックスには稲垣。今日はここまで3打数ノーヒット。1三振。投球これから2球目。投げた。アウトコース低い。筋力どうしよう。そして170乗せた方がいいかな。ストライク。いきなり163キロ。決まったストライク。一球一球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上はインコース低め、空振り三振。得意のジャイロ。なんか乗せられそうなぐらい筋力ありますね。スタミナ可変化か。まあスタミナいきますか。本当にスタミナでいいかなこれ。ちょっと待って、落ち着いて。500点、まあ、尻上がりとこれと、そんなにいるか。変化でいいんじゃない。あ、いるかも。1だったか。で462か。多分まあ漏れないか。まあまあ終わってからでいいですかね。いきましょう。まあまあ強いね。マント同点のピンチです。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で、うん、普通に入れそうな感じ。セカンドゴロに倒れています。キャッチはアウト。ナイス。マント同点のピンチを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で村上、うん、盆栽でここまでできればもうだいぶ強い。3戦切れました。ファール第3球を空振り三振。バットアウト。若綱、うん、2アウトで回ってきてくれる分には、まあたくさん回数来てもそんなには負担ではないです。全然いい、全然いい。あっす。変化球、空振り三振。若妻、マント同点のピンチです。2アウトランナー2塁という場面でいいの。第2球、打った。宇宙間へのオッケー。噛みました。試合終了。はい、いいか出ました。うん、これ強そうやな。筋力どうしよう問題。うん、1万6000点出てますね。さすがに強かったな。ここまではいいと。で、75。まあ、特能が取れる方法で、24。ギリギリ取れるな。変化球対抗心は取れないって感じですね。じゃあこうした方がいいか。
どうせ取れねえのか。8しか残んない。精神残念だな。要所は諦めるか。諦める意味が分かんないかもね。うん、届かんな。そうですね、まあ届かないですね。ちょっとだけ足らんな。まあでもこれがベストだよと思うんですけどね。要所外したって何にも取れないしな。取るもんないしな、そもそも。フルヒッター。アウトコースとかが取れるか。アウトコース対左？これ4番取れねえか。150だっけ。158か。ふむ、まあ4番でいいか。うん、まあいいんじゃないですかね、これで。強そう、そこそこ。まあ金徳1掛けではありますが、うん、十分ですね。天本でこんだけいきゃサイン更新で、これレギュラー入ったと思います。10じゃないか。うん、間違いなく入ってますね、これは。はい、ということで5更新ですと。5更新か。なるほどね。はい。というわけで、まあ、意気揚々が取れればより良かったんですけど、まあ、今回は仕方なかったかな、という感じと、まあ、強いですね。やはり、ダイナマイトが早めに組めて、サクサクこう、前に進んでいけること。あとは、999のタッグが、まあ、1回でも入ってこれなんで、2回、3回入るようになれば、まあ、凄まじいものは、見えてくるのかなという感じでございました。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録高評価お待ちしております。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。あとは4月6日のね、大阪の交流会の方もご興味ある方はぜひ見てください。また次の動画でお会いいたしましょう。